はい、どうも、ライです。今回ですね、また東京マリさんから新しい新情報が出たので、まあ、そちらの方は軽く雑談程度に話をしていこうと思います。まあね、とりあえず、まあ、ハンドガンがね、出ましたね、新しく。ガス風呂バッグで、P320 が、出たんですけど、まあ、これね、結構期待していたんですよね。民間用と軍用の、まあ、モデルがあるんですけど、今回なんか民間用がなんかモデルになっていたということで、ちょっとね、それに対して不満を持っている人がね、やはり、多数いるようです。でね、あと他にはね、AKM がありましたね。はい。AKM といったらまあ何ぞやっていう話になるんですけど、まあ大体 AK47 を、それをまあ材質だったり、加工法を変更したような銃となっています。まあそれによって生産性を向上させたような銃ですね。で、まあこちら AK47 はね、まあこういう形状なんですけど、まあほとんど似てますね。はい。で、ね、今回結構、まあ、皆さん言われているのがフルストローク。コッキングレバーがフルストロークじゃないっていうね、点についてだと思います。まあ、丸井さんだったらね、どうにかすごい技術で、フルストローク化してくれるんじゃないかなと思いますけど、ちょっと試作の段階ではね、ちょっとまだ完成できていない状態ではあると思います。動力源件がですね、実銃と違って、エアソフトガンのガスガンは、こういうフロンガスを使いますけど、やっぱこの、ね、無煙火薬じゃないんで、全然、ちょっと威力がね、保つことができないんでしょうね。やはり、コッキングレバーをフルストローク化してしまうと、まあ、多分、サイクルが落ちたりとか、まあそういう状況が現れるかもしれません。まあ、どうでしょうかね。89式の小銃の方はですね、ガスブローバックも出てますけど、こちらはですね、多分フルストロークじゃないでしょうか、こちら。最後までね、引けるんで、これ、フルストロークですね。89式小銃のガスブローバックは。ですけど、多分ね、AK47 というか、まあ AKM なんですけど、多分コッキングレバー、89式より多分コッキングレバーとか、形状も大きくて、もしかしたら大きい。材質こだわったらちょっと重さも増すかもしれないんで、その関係で無理になっているのかなっていう気がしますね。まあ ATM がね、ガスブローバックとして出ることは非常に嬉しいことなんですけど、まあ、あとはですね、マーク18だったっけな、それがありましたね。まあ端的に言うと、マーク18とは M4A1 あるじゃないですか、結構有名な。あれをまた、改良した感じですね。そして M4K とね、ちょっと東京マリさんかなり作ってますよね。マーク18なんかはもう次世代電動画で、出てますし、まあ、M4 系列のね、発生型がもう大量にマリさん作っているんで、正直ちょっと M4 系列はもう飽きてきたかなってね、感じがします。まあ、しょうがないでしょうね。実銃の方も多分 M4 系列でいっぱいになっているんで。なかなか難しいんでしょうけど、まあやるんだったらね、 M4 系列で作るんだったらまだ出していない M27IAR とか、あの辺がね結構期待しているんですけど、ガスブローバックマシンガンシリーズがねまた新たに増えるということで、ちょっとね言いたいことがあるんで、最後それで締めようと思います。これね、89式小銃のガスブローでね、外装カスタムしたんですけど、これ多分本体と外装カスタム合わせて10万円くらいにになったんですけど、これはですね、なんか球団不良がものすごい続くんですよね。その理由がちょっと明らかになったんですけど、こちらですね。このボルトがですね、ちょっと変形してしまっています。大体ね、これ、おそらく1000発以内なんですけど、それでもこのように変形してしまって、撃てる、発射できるんですけど、なぜか、このボルトが変形しているので、薬室に弾が想定されないっていうね、状況が起きています。これをね、ちょっとなくしてほしいかなと思います。さすがにね、10万払って、撃てなくなる。まあ、正確には5万なんですけどね。本体だけだと。それでも5万払って、ちょっとね、この、球団不良で、発射ができなくなるというのは非常にもったいないんでね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもお願いします。